ウースター工科大学は、アメリカ合衆国マサチューセッツ州ウースターに本部を置く、私立工業大学であり、ステム、テクノロジー、エンジニアリング、マスマティクスに特化した、研究大学でもある。通称、WPI、独立工科大学協会の原価名校である。1865年に創立したウースター工科大学は、アメリカ合衆国内で、レンセラー工科大学。 マサチューセッツ工科大学に次ぐ3番目に古い工業専門の大学でアメリカ工業の発展に寄与してきている。また、明治初期から日本人留学生を受け入れてきている。WPI はウースター大学コンソーシアム加盟校で他の11加盟校と単位互換を可能にしたり、研究資料を共有するなどの協力体制を敷いている。 1>, 1学期7週間の4学期制を採用している WPI では第1学期にあたる A 学期が8月第4木曜日から始まり B 学期、C 学期と続き5月の第1火曜日に D 学期が終了する。下期には10週間の E 学期があり希望者は受講できる。ウースター工科大学はブリキ製品製造業者のジョン・ボイントンと当時 世界最大のワイヤー工場を経営していたイカボット・ウォッシュバーンによって1865年5月10日に設立された。ボイントンは科学教育が製造業者の地位工場につながると考えていた。ウォッシュバーンは技術、技能、技工は洗練された土地制度によって継承され進歩していくと考えていた。この二人の考えが航訓の セオリープラクティスとなった。WPI は大学、大学院レベルで14の学部と1つのスクールを持つアメリカでトップランクの工業大学である。US ニューズワールドレポート誌の大学ランキングによると2017年のランキングは博士号取得可能のアメリカ国内の全大学中60位であった。学生は50以上の専攻の中から 自分の専門を選ぶことができ、学士号、修士号、博士号を取得することができる。メインキャンパスは、ボストンに次ぐマサチューセッツ州、第2の都市ウスターのボイントンヒルに所在する。大学所有の敷地の中には36の建物がある。WPI ウォッシュバーン工房以前使われていた、WPI のロゴに描かれていた2つの塔は、 ボイントン校舎の時計塔とウォッシュバーン工房の塔である。1868年に落成したこの二つの建物は大学最初の施設であり、ボイントン校舎には教室、行動、寮が入り、ウォッシュバーン工房には研究室、実験室、実習室が入っていた。二つの塔はその建物の機能から、校訓のセオリープラクティスの象徴となっている。 ウォッシュバーアン工房の塔の上に立つ飾り鳥は交渉に描かれたハンマーを握った腕の形をしている。WBI ボイントン校舎大学の総務部があるバートレットセンターはウースターで最初にリードの認証を受けた建物で中庭に面した入り口の前にはヤギのゴンペイの銅像が立っている。実在したヤギのゴンペイは1891年の 卒業生一同から寄贈された黒いヤギで、名前は生徒の中から初代ヤギの番人に選ばれた日本人留学生、桑田健平氏に由来する。桑田氏がヤギの番人に選ばれた理由は、名前のイニシャルが同じ GK だったからである。ヤギのゴンペイは以来スクールマスコットになっている。オリジナルのヤギの頭から作られた同性のレプリカは二等身のトロフィーになって、 保存されている。WBI の最も著名な卒業生、ロケット工学の父、ロバート・ゴダード博士が、ロケットの研究に使っていた建物は、スカルトゥームと呼ばれている。この建物はもともと電磁気学研究室として、設計されたため、鉄を含む金属を一切使っていない。また、電磁波の影響を受けないように、他の建物から離れた場所に建てられた。その後近くに、 路面電車が走るようになると、電磁気学研究室として使用することが困難になり、飛び火による火災の危険が少ないという理由で、コダード博士が使うようになった。スカルトゥームの由来は、その後建物を使うことになったスカルという名誉団体による。年間を通して、WPI では様々なイベントが催される。新流星のためのオリエンテーションや、 卒業式といった大学が主催する行事のほかに、同窓会、学生自治会、クラブ、サークル、フラタニテイ、ソロリティなどが催す各種競技会、各種文化文芸祭、文化交流イベント、チャリティーイベント等がある。学校関係以外の人たちもこれらのイベントのために、キャンパスを訪れることができる。WPI には200以上のクラブ、サークルのかに、 14のフラタニティと5つのソロリティがある。約3割の学生がフラタニティとソロリティの会員である。学生自治会には大学生の自治会と大学院生の自治会がある。WPI は男子野球、男子バスケットボール、男子クロスカントリー、男子ボート競技、男子アメリカンフットボール、男子サッカー、男子水泳、飛込競技、男子陸上競技、 男子レスリング、女子バスケットボール、女子クロスカントリー、女子ボート競技、女子ホッケー、女子サッカー、女子ソフトボール、女子水泳、飛行み競技、女子陸上競技、女子バレーボールのチームを持っている。これら WPI のスポーツチームは、WPI エンジニアーズと呼ばれる。WPI エンジニアーズは、NCWA のディビジョン3に属していて、ニューマックで競技を行うが、 アメリカンフットボールに限って、リバーティリーグで競技をする。チームマスコットキャラクターは、ゴンペイクワダというヤギの着ぐるみ。学校のマスコットであるヤギのゴンペイをモチーフにしている。ヤギのゴンペイの名前の由来となった、クワタゴンペイ氏と同姓同名。ありがとうございます。